ファンからの指摘が相次ぐ、平野の仕様の元気のなさに、ソロ仕事消滅の影響を疑う声。キングプリンスへの平野仕様に対して、多くのファンが最近、元気がなさそう、と心配しています。彼は常にパフォーマンスに情熱を傾ける姿勢が特徴的でしたが、最近の歌番組や SNS 動画では、覇気がない、やる気がないのでは、 といった指摘が相次いでいます。キングプリンスは17日に音楽番組ミュージックステーションテレビ朝日系に生出演し、新曲のメイヤー・ヤングとライフ・ゴーズ・オンの2曲を披露しました。しかし、視聴者の中には平野の笑顔が少なく、いつもよりもテンションが低いように見えたと感じた人も多かったようです。 SNS 上では、紫輝くん元気なさそうだったまあ目標を失ってやる気がなくなったのかも、やる気がないというより疲れきっている感じがする、といった声が相次ぎました。彼が昨年末に音楽特番などで披露した、月読みのパフォーマンスとの違いについて言及する人々も目立ちました。同様の指摘は以前から存在していました。 2月6日からグループの TikTok 公式アカウントで Life Goes On の限定バージョンのダンス動画が複数投稿されましたが平野のダンスに対してもやる気がない元気がなさそうといったコメントが相次ぎました TikTok 用にわざとゆるさを演出した動画であったとしても他のメンバーよりも動きが小さいという印象や笑顔の少なさが 戦術の意見を集める結果となったようです。この一連の騒ぎの影響なのか、ツイッターで平野の名前を検索すると、やる気、態度といったキーワードがサジェストされる状況になっています。平野の異変の原因について、ファンの間では、CM やグループ活動以外の仕事がほぼないという状況が大きな要因の一つであると考えられています。 平野は、岸優太や神宮寺優太と共に5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸は秋に退場することを発表しています。脱退メンバーについては、退場まで干されるのでは、とファンが心配しましたが、岸は放送中の主演ドラマ、スキスキワンワン、日本テレビ系の宣伝でバラエティ番組に出演し続けています。 神宮寺も20日に放送されたカエレマンデーミッケ対テレビ朝日系や21日の昼なんです。日本テレビ系などに単独で出演シーズンとあまり変わらない仕事量を維持しています。ちなみに騎士は23日に人気企画ファッションセンス格付けバトルのジャニーズ対決にも参戦する予定です。 しかし、平野についてはメディア露出がほとんどグループの仕事に限られており、ソロ活動は CM くらいにとどまっています。このような状況が平野のメンタルに影響を及ぼし、元気がないように見えるのではないかと考えられています。報道によれば、俳優業が平野の主なソロ活動であったため、退場の影響で4月の主演ドラマなどがキャンセルされた。 という指摘もあり、退場時期の問題でスケジュールが空いてしまった可能性も指摘されています。ただし、平野の異変はすでに退場後の心境の変化が反映されているのかもしれません。先日、アパレルブランドのプロデューサーであり音楽活動も行っている平野の実定である平野陸士が TikTok オーダーライブ配信を行いましたが、その中で一個ちょうだい。 と、お菓子をもらったり、陸史のいい間違いにツッコミを入れたりする小さな声が聞こえました。これが、潮君の声に聞こえると、ファンの間で話題になっています。通常、現役のジャニーズが公式以外のライブ配信に関わることはほとんどありませんし、ファンにわかるような形で声を入れることもありません。 そのため、現在の活動から平野が心理的に離れているのではないかという憶測が広がっています。しかし、もし本当だとしても平野のスター性には変わりがないようです。例えば、6月22日の朝の情報番組、ZIP、日本テレビ系でキングプリンスが新曲のスペシャルパフォーマンスを披露しました。 一曲目の終わりには無数の白い羽が待っており、流瀬角が羽を手に取ると、カメラが手元にズームして次の曲に切り替わるという演出がありました。この瞬間、平野の頭上に、ポトンと大きな羽が落ちてくるというミラクルが起きたのです。このタイミングの良さに視聴者は笑いと驚嘆の声を上げ、SNS 上では、やっぱり平野くんは持っている。 ウさんの頭の上にどでかい羽、羽スターはミラクルを起こすんだマーレム、羽が頭に乗っかるタイミングがつぼすぎる、ほんと奇跡の人。などのコメントが相次いでいました。最近の平野の異変の原因についてはまだはっきりとわかっていませんが、彼はどのような状況でもファンを楽しませ、多くの人に愛されるスターとして生まれてきたのかもしれません。